皆さんどうもどうもよろしくお願いします。TK です。では今回も延長と青をやっていきましょう。ということでね、前回ねちょっとようわからなかったけど、ちょっと見つけました。ここね、全然気づかなかった、なんか知らんけどね。まあここ降りていって何かすることあるんちゃうかなっていう。おお、ここっぽいね。今周辺に行って、あとどうすんやろ。なんかエーテルあるんやろな、そんな気するわ。やっぱあった。よっしゃ、助かったぜ。まあ2階に戻りましょう。もう一つあった。向こうにあるね。エーテル注入器に。エーテルを注入して。そして何が起こる？うん？え？どういうこと？え？え？え、下に行くん？これ。なるほどね。下に行くのね、これは。なるほど。長いな、それにしても。この橋は長すぎやろ。あ、なんかショップある。ショップだけあるな。なあ、ちょっとその前に、アイテム。アイテム使用で、これで。だいぶ下がってるやつだけ、やっとこう。ライガーも結構下がっとるな。まだ厚もはいけるね。だいぶ残ってる。岩や。入っていく。お、なんか、来たよ。って、無駄ー。無駄なアイテム使ってもうた。ここにあったんかい。しょうがない。まあ、行こう。まあ、2個しか使ってないしね。まあ、よかったよかった。じゃあ行けるでしょう。もうボス戦っぽい感じがするのは気のせいかな。何かあるで、ここに。これは一体何の装置なんだ。中に入れた人間から何かを吸い取って別の場所に送り込んでるってところかしらね。そういえば横浜シティでもデビルゴーレムが復活する前にみんな精気を吸い取られていた。じゃあこの装置もデビルゴーレムの復活に何か関係が。カリン様、カリン。うわ、入れられてるやん中に。やばいって。助けなさんと。本当だ、カリンが中に。カリン様、今助けます。ライガさん。いや、ライガでは無理やと思う。いや、行けたんかい。うわ、総長、無理やり壊しちゃった。ライガのおっさんも、カリンが絡むと無茶するよね。カリン様、カリン様、ご無事ですか。ライガ、助けに来てくれたのね。私がそばについていながら、このようなことに申し訳ございません。しかし、もう大丈夫ですわ。うん、ありがとう、ライガ。これにて一件落着ってわけね。それはどうかな。うわ、なんか誰だ。なんかライ、お、ちょっとあれだろ。久しいな、ライガ。ライガさん、知ってるのか。京都との戦の折にまみえたことがある。こやつは時宗様に仕える人軍の主要、名はおぼろ。ない、貴様のような者の府に名を覚えられておったのは光栄だ。このまま一
生きて返すわけにはいかん。おぼろ、貴様は手を出してはならぬか。手を出した、その過ちを死して悟るがいい。よし、これは俺が操作していこう。出ないとね、終わるものが終わらん。そんな気するから、まあまず最初はね、オートでいいね。ふざけたな。うがいさい、うがいさい、ほらやっと、うがいさい。なに、3匹おんの、増えた。3人同族しやがった。あ、見えば、こいつがもしか、本当は見せ子だったって。わち、こいつ付き合ってるのも焦って、相手の方はツボだ。あれは影武神という自らの偽をやつる忍者の術。影武神を呼び出す者と同等の力を持つが、本体であるオーロードスの芸のはずだ。そっか、元歌では OK ってわけね。そうと分かれば買い物なしだぜ。術を操る、術の道術を破るのは全く別のこと。私と貴様の忍術絶死の術が見切るか。確かね、こいつはメガフレーバーウェーブ、こいつや。確かこいつや。これは別に排気バランス、クリアダンスはいらんな。で、勇気をここに持って行って、これをやって、ライガは前に行って、霊馬伝できるか、霊馬伝だけかできる。よっしゃ、ロウさん、どうだ。暴れろ、ジャンキーの部屋。消し組みになっちまう。いいね、やるよ、行くよ。よっしゃ、よっしゃ、待て、素晴らしいよ。3人の攻撃、なるほど。で、メガフレアウェーブ、そしてこいつはメガドラムロールやらせて、こいつはあ、できんかった。どうしよう、適当でいいか。なら別にしとこう。こいつで、X カッター、炎よ、はっ、行こしゃい、行くよ、はっ。よっしゃ、どうだ、行くぞ。さあ、おい、ちょっと危ない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 、あ、やべ、死んでもだ。まさか、アッツは、あ、横のやつしかできんか。これはメガフェアフレアウェーブで、こいつに、で、これやっといて、ここで排気を出す。火の力、どうしたい、どうだ、だらしないぞ。礼を言うぞ、回復ね。よいしょ、元気回復、素晴らしい。痛い、みんな、頑張れよ。メガフリアウェーブじゃん。で、勇気は一
全開させる？いや、うん、全開させとこう。全開させといて、冬読み坊座は、暴れよ！一緒にドレインダンスを。よいしょ。よいしょ。カンチュー。ナイス。やるよ。オッケー。ナイス。痛い。ちょっと待って。何それ。はあ？はあやろほんま。グイン聖域とは、我ら忍者の一族に伝わる必殺の技。今だこの奥義を食らい生き抜けた者はおらぬわ。これがして闇を尽くされる者の力よ。それが、まだ復活させるだけやし。それなの。メガフリアフェニックスやっといて、でこいつでまたリターンパウダーをやっといて、ここでまた排気ダンスをやるだけよ。暴れろ！メガフェニックス初めてやるね。そういえば。焼き尽くせー！焼き尽くせー！しょっきりせんか！礼を言う。元気回復！やった、もう出したぞ。愚かな小僧だ、拙者はここにおるぞ。え、どういうことだ？影分身の方だ。だから影分身は本体の方が生きて不要だな。なるほど。なるほど。一応ここに連れてきて、で、あとは EP を全回復させといて、で、排気はダンスで、アツマもこれハイブローしかできないから、一旦ちょいと EP を弱回復じゃなく EP を全回復させておいて、こいつはまあX カッターをやっておけば終わりや。どうも。よし、直すぜ。うん、話しといて。どうだ、終わったんじゃん。よし、あ、終わった。終わった。よかった。すげえ、1万2000ももらえた。すげえ。え、何？まだ何かある？なかなかやるではないか。へへー、負け惜しみ言ったってダメだぜ。そうだそうだ、潔くギャフンと言いなよ。威勢のいいのは結構だがな、場所が知れた以上、もはやここを守ったとて線もなし。エーテルも必要な分はほぼ集まったことだしな。これだけあればこと足りるだろう。なれば命を落としてまで守る必要はないのでな。さらばだ。さらばか。さらばなのか。え、まくかよ。おのれ、逃げるとは卑怯な。卑怯な。そうだそうだ、いざ尋常に勝負しやがれ。尋常に勝負だと。我ら忍者は主らと違い、奇策こそが浄土。そうやね。卑怯などとは思わぬ。まあな、忍者はそういうのがね、主やからね。いずれまた、まみえよう。くそ、逃げられたか。それよりさ、煙たいから、一回外出ようよ。そうだな。カリンもちょっとね、まだちょっと気が確かなわけじゃないし、まあ一旦外に出て勇気を養いましょう。これで忍者屋敷から脱出できたな。せやね。でしてカリンと一緒に捕まってた町の人たちもみん
な無事だったみたいだし、よかったね。ああ、カリンも大丈夫そうだしな。ごめんね、心配かけていいってことよ。後で助けチンをコッコから出してね。出すコッコから。誰があんたなんかに。カリン様、まだあまり無理はなさらないでください。大丈夫。それより、あのおぼろって忍者、時宗の配下よ。独断で動いたのか、時宗の指図かは知らないけど、タナちゃんかないわ。今度会ったら必殺悶絶未曾有蹴りを食らわせてやる。悶絶未曾有蹴り。カリン様、ともかく事の次第を見極めるのが重要です。そうね。果たしておぼろは将軍自身の指図で動いたのか、それとも一回将軍に聞きに行けばいいじゃん。そんな馬鹿正直な。え、カリン様、時宗様ならば、あるいは簡単に口を滑らせるやもしれません。確かに絵に描いたようなバカ殿だもんね。せやな、バカ殿やもんな。じゃあ時宗に会いに京都城に行きましょうか。おお、行きましょう。何、ライガ専用メガハスシェイクを手に入れた。おお、一旦ちょっとスキル、ライガ習得スキル。何、うわー、あと100足らんし、100足らんし。そういうのありか。マジか。じゃあ行きますか。一日ね、何もすることないし、行ってそれ将軍から聞いた後に終わりましょう。おおおお、まあ、またここに出てくるんや。先に出てこうかって言われて出てこへんのかな、おとった。出るのね。それは知らないわ。あ、せやこれは適当に。声がちょっと気持ち悪い。キャラクターではなく、成長ではなく、パーティー編成、ミオミモーザをちょっと変えておきたいと思います。カリンやね、カリン。やっぱカリンおらんとな。なんかよう、このパーティー離脱多いな。ほんまにね。で、あとあでい、チャイルもでい。え、まだ出てくんの？もう出てこんでって。よっしゃ。ナイス。よっしゃ、終わった。敵素晴らしい。終わったね。作戦的中ってやつだな。だいぶ戦略したのは一時の勇気って大違いや。最初からずっと視線力よね、ほんまに。関節とね、直接も同時に扱えるっていうのが嬉しい。で、あと回復させることできるってことね。 HP はそれが俺は嬉しいわ。大事よ、いしょ。炎よ、あー、マジか、それでか、それ、それきたか。痛い、痛い、結構痛い、結構痛いよ、ライガー。ナイス、次の枝から。ナイス、いけたさん、お、いい、いけたさん。当然早く使います。力が弱すぎ。なるほど。あそこまで出てこんかったけど、絶対出てくるな。絶対出てくるよなって思ったら出てこんねん。やっぱ、やっぱ出てくるかな。いや、出てこんかった、よかった。トボで次出てきたりしてな。そんな金あるんやったら他
使ったりよ、ほんま。市民がかわいそうやん。住んでる者の気持ちなんて考えてないやろな。こういったところにあるやつは。てか、普通に入れたんけど。え、大丈夫なんこれ。え、嘘。このまま、あ、生きれるパターン。あるこれ。マジで？マジか。え、嘘。そう。まさかな。まさかな。このまま普通に何事もなく生きるわけないわな。よいしょ。入れる。マジか。笑える。ちょっとマジで。え、嘘。あ、こっちやね。こっちやこっちや。で、あと行くところは。やっぱこのここやんな。編集。え、嘘、普通に会えるんかい。普通に会えるんかい。マジで。じゃあここからやっていきましょう。編集に来たんでね。では行こう。お、なんや、なぜここに。あら、アツマ殿、どうされたのです。修験場にはもう行かれたのですか。それがさ、まだなんだ。その前にいろいろあって。いろいろと申されますと。それが、かくがくしかくがくしかじがなんすよ。バカな、おぼろがそのようなことを。あの者は時宗様直属の部下。何かの間違いでは。間違いじゃないって。ライガさんも前に見たことあるんだよな、あいつのこと。間違いない。間違いないか。戦の折は我が部隊が奴に煮え湯を飲まされたからな。見誤ろうはずもない。あれはおぼろだった。そうですか。それが真実ならば、おぼろを時宗様に罰していただかねば。というか、時宗自体がおぼろに命令出したんじゃないかなと思うんだけど。今何と言いました。いや、だから時宗がおぼろに命令を。ざれ言を。時宗様は決してそのようなことはせぬ。我が主を愚弄するならば、カリン様のお供といえど容赦はしませんよ。ひっひっひっひ。熱悪怖え。だが宰相がよみがえれば。そう時宗様がおっしゃられたのをお主も聞いただろう。ライガ、あなたまで。あれはただの家庭の話であって、時宗様の本心では。どちらにせよ、時宗様ご自身に伺えば良いだけの話だ。ここを通してもらおうか。良いでしょう。ただし我が主へ害を及ぼそうとしたならば、私はあなたといえど切ります。そのこと夢夢を忘れなきよう。わかっている。ではお通りください。よし、来たね。まだ。お静かに、もう参られます。時宗様のおなりてか、もうまたかそれ。なんじゃ、また貴様らか。わしの昼寝を邪魔しよってからに。昼寝してる暇あるんやったらもうちょっと働け。くのいちのほのかちゃんに膝枕してもらいながら耳かきしてもらうのはわしの大切な日課なんじゃぞ。腹立つわこいつなんか。それを邪魔したからにはそれ相応の大事でなければ許さぬぞ。恐れながら申し上げます。なんじゃさやか。先ほどカリン様が京都市内にて人さらいに会われたのです。幸いお供の方々のご尽力によりカリン様は無事救出されたのですが。ならば良いではないか。はい、それは良かったのですが、カリン様をさらったのが
おぼろ率いる忍び軍だったということです。おそらくおぼろの炭流による行動とは思いますが。本当は白たぬき、あんたの指図なんじゃねえのか。何？そうそう、あんたマンモス怪しいって。え、なに？お前なんかちょっと違う。おのおのおの、動物だったっけ。己ら、わしを愚弄する気か。わし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 を愚弄するやつは許ひゃんぞ。許ひゃん。特にさやか、たか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 家臣の分際でよくも己。たか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 、うっさいね。お前は元はといえば神隠しなどが横行するのはシティの治安責任を負っているお主の無能が原因であろうが。申し訳ございません。私が至らぬばかりに治安の悪化を招き、弁解の言葉もありません。まったく、謝ればいいと思っておるのか。ん、こいつ嫌いやわ。謝るだけなら猿でもできるぞ。お前だからよ。猿か、お主は。私はモンキーなのかと聞いておるのじゃ。いえ、私はモンキーではございません。そういうこと言わせたさやかに。ならば口ではなく結果を出せ。結果を。お前の下では働きたくないわって。はい、申し訳ございません。ちょっと待った、あなたね、さっきから聞いてれば勝手なことばっかり。あなたみたいな、まるで山に捨てられてタヌキに育てられたような将軍にさやかさんはもったいないわよ。そういうこと。そうだ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 。大体な、やっぱどう考えたってお前が黒幕だろ。お前が黒幕だろ。そうそう、史上初、隠れてない黒幕。そうそう。こいつさえ改心すればいいわけだよな。やっつけてやるぜ、時宗。何をする気じゃ。うるせえ、てめえをとっちめて万事解決だ。お待ちください。あ、何卒お引きください。さもなくば私はあなた方を切らねばなりません。なんであんなのをかばうんだよ。そう、なんであんなのかばうんだ。主従関係ってそんなに大事なのか。大事、いえ、私にとってはそれが全てなのです。全て。全て。はい、どうかここはお引きください。何をやっておるさやか。早くその無礼者どもを切らぬか。しかし私には。なんじゃ、できぬと申すか。なんかな、こいつら、いいキャラクター知るわ。嫌いけどな。分かった、もうよい、下がれ。顔も見とうにゃい。にゃい。笑けてくれんやけども。さやか、お主は金輪際ずっとずっと失禁じゃ。あ、いや、謹慎じゃ。ちょっと待って、わたけてきた。でも待って、時宗いいキャラしてるわ。なんかだんだんすげえなってきた。それからのお主らが修験場に立ち入ること、やはりまかりならんぞ。そんな。わかったか。わかったなら下がれ下がれ下がれ。黒幕やな、やっぱな。さやかさん、ごめん、俺たちが余計な口出ししたから。さやかさんまでとばっちりを。良いのです、私が疎まれているのは元より承知しておりました。それに私が至らぬことが原因。そんな、どう考えたってあのタヌキの方が。そうそう、あの白タヌキの方がね。時宗様のことを悪く言うのはお読みください。でもねえ、ライガからも何か言ってよ。さやかの決めたことに私が口を出す道理がありません。そう、そうですよね。私は里に戻ります。戻ってどうするの。どうと。ただ時宗様の許しあるまで里にて謹慎しておるだけですが。
どうして？時宗様の仰せですので。そんな子供やんか、まるで。もし立ち寄られることがありましたら、おもてなしくらいはしましょう。まあもうそのようなこともないでしょうが。あ、でも俺たち修験場に行くからさ、またすぐに会いに行くぜ。そうだよ。っていうか一緒に里まで行ってもいいくらい。来ていただいても修験場へお通しすることはできません。なんで？時宗様の仰せですので。ちょっと待ってよ、困るって。どうしてもダメなの？時宗様の仰せですので。何でもかんでも時宗様、時宗様で。お前子供か。我らは修験場に行かねばならぬ。通せぬと言われても聞き入れることはできぬぞ。ならば我が命と刃を落としてあなた方を止めるまでです。そうか、分かった。では私はこれで。行っちゃった。ちょっとどうするのよ。うん、もうカリンもそういうカリカリすな。さやかと戦うのはさすがにちょっと気が引けるよね。気が引けるっていうか、だいたいライガが極年人なのがいけないのよ。極年人。そうだよ、この当変木。当変木。何が。そうか、分かった。ひょ、違うでしょ。さやかが素直になれてないんだから、ああいう時はピシッてやってからギューってブチューでしょ。ちょっと勇気。そうよ、そしたらさやかさんがほろりでメロメロのメロンちゃんになるんだから。メロンちゃんになるのか。それをさ、そうか、わかった。っおバカさんにも程があるわよ、ライガのおっさん。これは私とさやかの問題だ。主従の誓いの重さはお互い分かっている。ライガさん。なんだ。俺は主従の誓いの重さってのもギューとかブチューとかメロンちゃんとかもよく分かんないけど。いや分かんねえよ、分からねえ。さやかさんが一人ぼっちで頑張ってるのは分かる。それをそのまま頑張らせておくのがライガさんの優しさなのか。最後に決めるのはライガさんだ。だから口出しはしねえ。でも手助けはして。それは忘れないで。分かった。じゃあ一応さやかさんの里に行こうか。うん、行きましょう。ということで今回ね、これぐらいで終わりましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。